キノゴ神竜 7×6 マスに挑戦します。GO! 最初は先制で不意打ちを受けます。厄介だな。ちょっとドロップが欠損していますので盤面整理を時間いっぱい使ってします。なんか元気ないな。いやー夜更かしが効いて疲れが取れません。結局ノーコンクリアはできなかったしな。ここ最近運がないと言いますか。盤面に揃ったドロップが全てだ。悲しい言い訳だぜ。そうなんですよねー。もっといい編成を考えてからのんびりと挑戦すればよかったのかもしれません。夜更かしは体に毒だぜ。十分承知しております。さて気を取り直して頑張りますか。色も揃ったことだしな。この輪がやっぱりハンデになりますね。報酬があるんだからいいじゃねえか。クリアしないと魔法石もらえませんし頑張りますか。そうだな。この炎輪入手に結構時間がかかりました。本当に前途多難だったな。道中はデビルやコウニがランダムで出現します。コウニはロックや毒ドロップをしてくるから注意だぜ。連続攻撃が怖いのでイルムを使います。ドロップある程度残しておけよ。まあそれくらいはできますので、やっぱり炎輪はお荷物です。もういいって。次の分のドロップもちゃんと残してますので安心です。コウニが出てきてくれませんねー。欲しいのか。スキル上げに使えるのでできれば入手したいです。特に火のコウニは芝のスキル上げに使えますのでぜひとも集めたいですね。覚醒や転生のことじゃないよな。もちろんです。使う機会今更あるか。漫画の展開次第です。だったら転生でもよくね。まあそうなんですが、育成用のノエル確保に時間がかかりまして、レベル99に上げるのに相当食うもんな。レーダーで入手してはいるのですがなかなかです。レーダーで入手もできるのは知ってるよな。限度を超えない程度には頑張っていますとも、虹ドロップ20個使うのが痛いのでよく考えないといけませんしね。やっとコウニが出てくれました。まあいろいろ妨害してくださいますね。毒は2個しかないから処理は無理だな。どちらかといえばロックの方が面倒ですね。さっさと片付けますか。ロックされててもやることは変わりません。ワンパンで抜けます。キノコ鬼ゲット。次、ドロップがないな。スキルがありますから大丈夫です。この子もできれば欲しいですね。スキルアップのためか。虫竜素材にしちゃったから作り直したいんですよね。在庫補填が目的か。また何かの進化素材になるかもしれませんし作っておいて損はないかと。まあな。ボックスの空きに気を配りながらなんとかしますよ。素材集めって面倒だよな。そうしないと強いモンスターは入手できませんのでやむを得ないかと。落ちませんでしたね。虫竜のダンジョンで入手しようぜ。これが今回のボスか。おっぱい冥王のスキルアップ素材です。このおっぱい野郎。7コンボ以下吸収ですが盤面で勝負します。大丈夫だろうな。結構ダメージを受けましたので回復もします。ま、ワンパンしますのであまり意味はありませんが、指が減っていることを忘れるなよ。落ちコンに救われました。7×6 マスだから落ちやすいよな。失敗してしまいました。気にするな、どうせ次のターンには決まってたかもしれないんだし。スキル使用たったの2回、もっと使えばいいものを。使わなくてもいけたのが大きいよね。初ゲットの子鬼。後で使います。邪魔だしな。そしておっぱいのスキル上げ素材。もうちょっとおとなしくしてくれ。どこにおっぱい成分があるのか謎です。あんまり言ってると消されるぜ。効率を考えるとマルチ周回推奨だね。スタミナ50は痛いよな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。おっぱいのために頑張るよ。まだ言うか。